モムシみたいに寝るマイクロブタ。はい、皆さんこんにちは。今日はイモムシみたいな形になって寝るウーブの様子を撮ってみました。最近は寒くなってきたこともあってか、今まで以上にべったりくっついてくるウーブなんですけど、この時はソファーで寝てる姿が手と足を隠してまるでイモムシみたいに見えて、その姿がすごく可愛かったんでついつい動画を撮ってしまいました。寝る前のルーティーンとしてこうやってどこでもホリホリするのはいつものことなんですけど、こんな風に勢いでそのまんま物を噛んでしまうことがあるんで、この時はちょっと怒りました。この後はふてくされてしまったのか、僕とソファーの背もたれの狭い間に入って寝てしまいました。その後の様子がまるでイモムシみたいだったんで、皆さんも見てみてください。ちょっと前から YouTube ショートが今まで1分以内だったのが3分まで載せれるようになったみたいなんで、いつもギリギリ1分に収まるように動画を作ってたんですけど、今度からはちょっと時間に余裕を持って作れそうです。それでは可愛いイモムシウーちゃんをどうぞ。手どこ行ったの？手足もイモムシみたいじゃん。しゅうちゃんはいかがでしたでしょうか。ショート動画はスマホで簡単に作れるんで、ついついショート動画ばっかりになりがちなんですけど、ちょっとずつ普通の動画も増やしていけたらなと思ってます。それでは今日もご視聴ありがとうございました。